はい、皆さんお疲れ様です。今回は板が走る、そうですね、軽い板は走らない、軽い板は不安、軽い板はテイクオフが遅いってよく言われます。それはこの僕が主に1だと思います。軽い板から走らないっていうのは、まあ板のその形状やものにもよるんですけども、軽い板で走らないやつを PU にしても走らない。じゃあ軽い板で走るのに走らないっていう時は、風で煽られて走らない、風で煽られて走らないっていうのが言われる場合があるんですけども、それはその踏む位置にすごい変わってきます。確かにそのどんだけ前行っても風に煽られる時っていうのはロングボードはあります。例えば13メーターとか14メーターぐらい風が吹いてる時とかですね、それはEPS でももちろんこう煽られるんですけども、 PU ももちろん煽られます。 PU じゃあ煽られないって言ったらそれは間違いなくないんで、まあここは重さで、すごいどんだけ重くしてもやっぱりこの板の面積が広ければ煽られるっていうのはありますね。じゃあそれをどういうふうにリカバリーするかっていうことをこう今回はお伝えしていきたいと思います。まずサーボの乗る位置、これ今回この乗る位置はズバリここです。この位置がまさに速いスピードが出る位置であって、ここにテイクオフする時も自分のこの一番重たいところ辺がですね、ここになってるんですよ。でたまたま動画見ても思った時もそうなんですけども、立って一番スピード出るところで自分はフィーリング的にここら辺っていうのがあって、すごい立ってたところがちょうどテイクオフしてるところでも体の重いところが来てる位置でもありました。なのでこのパワーのない波、このうねりの状態、この自分がどうやこうやするのではなくて、この脱力っていうのが、その正しい位置に立って脱力すれば、人間はだいたい成人男性60キロぐらいもう以上あると思うんですよ。もっとある人はいっぱいいます。120キロとかね、僕より倍ぐらい重い人たちもたくさんいます。その60、70、80、90キロの人たちが、まあ例えば50キロでもいいですよ、女性の人たち40キロでも。そこに例えばもちろん板は安定するし煽られることも少ないです。ただこれより後ろに行くと、こういう波のうねりの波の時に後ろに乗ってしまうと、もちろんこのウィーしてしまうし、風が当たって煽られて波に乗っていけないっていうのもあります。なのでこの立ち位置ですごいロングボードは変わってくるんですよ。このもちろんショートボードでもすごい足をずらしたりするんですけども、ロングボードはその分長い分かなり動かないといけないんですけども、まあそのためのウォーキングとかいろいろあるんですけども、まあほとんどの人たちが軽い板は走らないとか軽い板は降りないって言ってるんですけども、それはもう完全な間違いであって、乗る位置、そして立つ位置、位置が全て大事です。その自分がさすり足でもいいので前に行けるように行ってもらったりとか、正しい位置でテイクオフしてもらうと、軽い板でもビュンビュンスピードが出てきます。もちろん軽い板でもサイズが大きくして煽られるとか言われるんですけども、それも立ち位置と乗り位置で、それは全然リカバリーできます。これはもうパワーのない波、うねりで軽い板ですよ。軽い板でもこんだけ走ってて、ハイパフォーマンスイコールもうパン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 しないといけないとか思われるんですけども、それはもう波によって変わるんですけど、こういう軽い波のセクションこそ、この何してももう仕方ない時はもう脱力に任せて、こう板が走っていくのを待った方がいいです。板はもうすっげー走っていくので、板だけが完全にこうスピードを出していけるので、その板が出しやすい、スピードを出しやすい位置に立つのが理想です。まあそれはやっぱりその板の形状にもよるんですけども、インザダーク界、F20 ワードとかであろうが、この僕のこのいつもの置いてる SR の板付近ですね、これより前に行かないことですね。これより前に行くとこうズババババって刺さっていったりするので、それよりも後ろですね。で、真ん中よりも若干前っていうのが結構ロングボードで抑えて走っていけるっていう位置でもあるので、今こうやって風で煽られて板が降りないとか悩みある人とかはぜひやってみてください。その立つ位置、例えばテイクオフで降りない、板が降りないっていうのはもうその前に行ったから降りるっていうわけでもないんですよね。
こうちゃんと正しい位置に体の重たいところがちゃんと乗っかかって、体をしっかりね、この芯を作って漕ぎ出せば全然板も降りていくので、まあこの位置がすごい、この位置がですね、 SR よりやや後ろのこの位置がすごいスピード出るので、皆さんもぜひ試してみてください。まずここで、それからまあこのちょっと惚れてきたりとかした時にステップバックして、ここではターンができないんですよ。ここではターンができない。この直進性には優れてるんですけど、ここではターンができないので、ここで若干後ろステップバックですね、ステップバックして、またさらにターンするときに後ろ足を下げてるんですよ。この後ろ足下げるのがすごいコツですね。ロングボードで曲がるための大事なものになります。ただこうステップバックして、ここで後ろ足を下げずに曲がろうとしたら、レールが引っかかってしまいます。もうここをさらにちょっとだけでいいんで、ほんに10センチとかにの世界なんですよ。10センチ下げるだけで体がすごいこう入っていくのがわかるので、で板がスムースに曲がるんですよね。でその後にすぐノーズに仕掛ける。でまたターンするときに戻ってテールを踏んでターンするっていうのがロングボードの綺麗な乗り方だと思います。まあ、これはほとんどの人たちがこうやってパン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 軽い板は動かさないといけないと思いがちなんですけども、ロングボードはめちゃくちゃ速いので、その立つ位置さえ間違えなければビュン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 スピード出していけます。それを使ってウォーキングして、まあその綺麗な乗り方で行くと板はずーっとスピード出していけるので、ぜひ皆さん試してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。